アクシア A1 はかつてアクシアブランドを展開していた富士フィルムが1991年から2006年まで販売していた音楽録音一般録音用途兼用コンパクトカセットの商品名である。アクシア A160 分用 A1 は音楽録音及び一般録音用途に最適化されたノーマルポジションの低級タイプの LH グレードである。A1 は 1988年1月から1990年12月まで製造、出荷されていたアップの後継として登場した。発売当初から通常より20%薄いケースを採用しているのが特徴で、発売当初から150分用を除き、すべて日本国外で生産されており、当初は韓国で生産されていたが、1996年以降より、 中国での生産に切り替えられたものの2005年12月末をもって製造終了、出荷終了2006年12月末までにホームページへの掲載終了、販売終了となった。このほか、A1 のカラーバリエーション仕様の A1 カラーのほか、A1 の横展開商品としてハイポジション用の A2 もそれぞれ発売された。なお A1 の競合商品として TDKE やマクセル u r ソニー HF、ピクター r z などが存在していた。A1 は1991に発売され、スモーク処理された透明タイプのハーフが採用されていた。固定は製品末期のアクシアでは大変珍しい、珍しいねネジ止め式であった。ケースは薄型を採用している。後々ハーフは日本国内製造の A にのみ、 ネジ止め式から超音波誘着式に変更された。なお、A1 は一時期、A1 カラーというのも存在していた。ありがとうございます。